島浜は昔江戸時代に東は北浜まで米市場として非常に栄えました。私たちこのアロフト大阪堂島ではエントランスから奥に行くにつれまして、現代のアートでこの歴史とこれからの未来の堂島、こちらを表現したオブジェがいろんなところに散りばめられております。はい、本日は上村かなさん来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。まあ、関西出身ということで、はい、まあ、ここ大阪梅田堂島ね、ゆかりもあるかと思いますけども、はい、いかがですか？ゆかりあります。めちゃめちゃお仕事でももちろんよく来させていただけますし、はい、すごいなんか大阪ってすごく音楽の街っていうイメージが自分もあるので、このアロフトホテルさんがその音楽を中心にこう、ね、大阪を盛り上げていきたいっていうのはこうミュージシャンとしてはすごいなんて素敵な素晴らしいホテルだろう、ありがたいと思うんですけれども、本当にこの素敵なおしゃれでこう和となんか日本の感じとこう海外の感じっていうのがすごくこう絶妙にこう入り混じったこの素晴らしいホテルで、また関西から音楽がねこう発展していったらいいなと思っています。はい、ありがとうございます。それでは早速ですけども一曲歌っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、このアロフトホテルさんがですね、こう宿泊される方の笑顔のヒントになったらなということで、あなたのその笑顔はいいヒントになるという曲をお届けします。聴いてください。あなたのその笑顔素敵なホテルでおしゃれですし、かっこいいですし、便利ですし、快適ですし、もうなんか文句のつけどころが何一つないホテルだなと思いました。で、ここでライブをやらせていただいた感想もすごくなんか天井も高いですし、開放感があって、で空間もすごく素敵なので、本当に気持ちよく楽しく歌わせていただきました。